の空港を発着する空の便も平常通りです。では変わって道路です。日本道路交通情報センターからお伝えします。姫路バイパスが故障車のため渋滞しています。西行きの高砂北付近に故障車が止まっているため、加古川バイパスに伸びて12キロの渋滞です。阪神高速の3号神戸線は東行きが摩耶で9キロの渋滞です。4号湾岸線は北行きが大浜を先頭に10キロ渋滞しています。以上、浅野がお伝えしました。おしまい、外の様子は滋賀県長浜市の様子です。こちらも曇りですね。はい、パラパラと雨が降っている状況です。この後も日中降ったりやんだりしますので、外出には雨具をお持ちください。そして週末は気温の変化にもご留意ください。